戻られたか、冒険者殿。貴殿の活躍については息子たちから聞き及んでおるぞ。次男のエマネランに至っては命を救われたとか。内心はともあれ、ゼーメル家やデュランデル家から感謝状が届いているほどでな。私も後見人として鼻が高い。まさしく貴殿は我らフォルタン家の友と言えよう。失礼いたします。無礼であろう、何事か。申し訳ございません。ですが急ぎご報告しなければならない緊急事態が発生したのでございます。我らが客人アルフィノ様とタタル様が異端疑惑により連行されてしまわれたのです。何だと。詳しく説明せえ。はあ、ご両人は平民向けの酒場に出入りし情報収集をされていたご様子。その際下賤な者たちと接触されたようで、それを知った蒼天騎士のグリノー卿が異端審問局に告発されたのでございます。グリノー卿とはゼーメル家の血を引く者、知性のかけらもないが武術だけは一流という武骨者だ。危機が喉元を過ぎれば足の引っ張り合いを始める。どうやらイシュガルド貴族社会の悪しき伝統に貴殿らを巻き込んでしまったようだ。これより被告人の申し立てにより先人ハルオーネの見舞いに起きて決闘裁判を執り行う。告発人前へ。蒼天騎士グリノー卿、何時この者らを告発するか。我が名はグリノード・ゼーメル。蒼天騎士の名誉にかけて損なる異邦人2名を異端者とのみ通用儀により告発するものである。被告人前へ。異邦人アルフィノ・ルベユールおよび異邦人タタルタル、何時らに改めて問う。グリノー卿による告発に対し身の潔白を訴え決闘裁判を求めるか。我が名はアルフィノ・ルベユール。そうだ、我々は無実であり告発されるいわれはない。正当な権利として決闘裁判を要求する。わわわ、私はタタルタルです。この通りか弱き乙女なのです。戦うのは無理なので、代理投資を求めるです。確かに幼児や老人そして女性など戦う術を持たぬ者には代理投資の選出が認められている。被告人の擁護者として決闘場に立つ者は誰ぞ。くれたのか、ありがとう。何としても無実を証明してみせるぞ。
先人ハルオーネよ、ご昇覧あれ。そして願わくば真実を明らかにしたまえ。